桜野先生の中学数学講座1年生編第12回空間図形1。皆さんこんにちは。桜野桜子です。新学期、新しい環境にまだ慣れていないかもしれません。それでもしっかり勉強していきましょう。では、授業を始めます。今回学習する内容を一覧にしました。この一覧は、最後にもう一度お見せします。それぞれの内容を注意して聞いてくださいね。今回は空間図形のお話です。最初に多面体についてお話しします。多面体は、その名前の通り、多くの平面で構成される立体です。下の図の例のようなものですね。ここで注意してほしいのは、曲面を含むものは多面体ではないことです。したがって球、円柱、円錐は多面体ではありません。円柱や円錐は側面が丸まっていますから曲面を含みます。球はわかりやすいですね。多面体の中でも特別なものとして、正多面体と呼ばれるものがあります。これは、すべての面が、同一の正多角形で構成されていて、かつ、すべての頂点で接している面の数が等しい、凹みのない多面体、を指します。例えば、下の例にあるようなものです。左の図は正四面体です。これは、4つの面がすべて正三角形で構成されています。それぞれの頂点には3つの面が接しています。右の図は正六面体です。立方体とも呼びます。これは6つの面がすべて正方形で構成されています。それぞれの頂点には3つの面が接しています。このほか、正八面体、正十二面体、正二十面体があります。正多面体はこれら5種類だけです。数学の問題では、正四面体や正六面体はよく登場しますし、正八面体もたまに扱われます。正十二面体と正二十面体はあまり見かけないのですが、忘れないであげてくださいね。続いて錐体です。これは、頂点から底面に伸びる線分によってできる錐状の立体、です。図のような頂点のところで尖った立体ですね。この錐体の底面の形によって、さらに名前を呼び分けます。底面が高く径なら、角錐、底面が円なら円錐です。角錐は、先ほどの多面体に分類されますが、円錐は多面体ではありません。続いて柱体です。これは、2つの同一平面図形を底面に持つ筒状の立体です。図のような、上部と下部に同じ平面図形がある立体です。上部にあるものも下部にあるものも、どちらも底面と呼びます。これも、先ほどと同様に、底面の形によって名前を呼び分けます。底面が多角形なら、角柱。底面が円なら円柱です。角柱は先ほどの多面体に分類され、円柱は多面体ではありません。また、ここでは底面と側面が直角ですが、斜めになるものも柱体です。直柱、斜柱、特別することもありますが、ここではそこまで覚えなくても大丈夫です。空間図形の種類の紹介では、最後の一つ、回転体、です。回転体は、直線を軸として、図形を回転させてできる立体のことです。図を見てください。左のような直角三角形において、斜辺以外の一辺を軸にして一周させると、右のような円錐ができます。したがって、円錐は回転体の一つです。この時、
回転させるときに軸としたものを回転の軸、側面を作る線分を母線と呼びます。今回ですと直角三角形の斜辺が立体における母線になります。今回の授業の最後として、空間における点、直線、平面の関係をお話しします。まず平面ですが、これは同一直線上にない3つの点を与えることで、ただ1つに決めることができます。2つの点で直線を作ることができますが、その直線を含みつつ3つ目の点を通る平面は1つしかありません。続いてねじれの位置です。これは空間において平行でなく交差もない場合に使用する表現です。下の図の例を見ながら確認しましょう。まず左の図のような直方体を考えます。この直方体の12本の辺のうち、上の面の一番手前に注目します。この辺に平行な辺は真ん中の図で赤線で示したものです。また青線で示したものは直角に交差します。この時右の図で示した紫の線が注目している辺に対しねじれの位置にあります。この紫色の辺をいくら延長しても注目している辺と交差しません。また同じ平面上に取れず平行でもありません。これがねじれの位置です。続いて直線と平面、平面と平面の関係を考えます。まず直線と平面ですが、3つの関係があります。直線が平面上にある、直線と平面が交わる、直線と平面が平行です。続いて平面と平面ですが、2つの関係があります。平面と平面が交わる、平面と平面が平行です。改めて言われるまでもない関係かもしれませんが、抜け、漏れ、重複なく考えることは意外と難しいです。しっかりと把握しておいてください。今回学習した内容の一覧です。今回の内容は前回までの平面図形から内容が拡張した感じです。ですが空間図形は難しく感じる人が多いと思います。3次元にある立体を2次元である紙面上で考えるため、頭の中でその立体を想像する必要があります。しっかりと空間の認識力を高めましょう。今日の授業はここまでです。チャンネル登録、高評価、コメントしてくれると嬉しいです。また次の動画でお会いしましょう。さようならです。